転車を持ってください。それをレンチャン。そう、それを蹴りたいんです。パンパンって後ろに出して。で、やると、なんか蹴ってると分かるじゃないですか。うん、それを練習しようか。やると足を頼らないと、腕じゃ打てないから、ね、はい、3回、1、2、3、そう、その3回を今近づきすぎたんで、蹴り足を強くする感じ、1、2、3、そうそう、その3を思い切り強く蹴りたいから、近づきすぎると、その伸びないじゃないですか。ちょっと前足が出すぎそる。そうですね、そうそう、ちょっと近づきすぎ。なので、1、2、3って感じ、思い切り最後の3だけパンって感じ。1、2、3、そう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 、しない。まだ前足がだいぶ来てるから、うん、後ろの足で蹴りたいです。うん、で、今、前へ、で、サウスポーやったら、1、2、3って感じですね。だんだんずれていくみたいな。1、2、3、そう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 。そう、ちょっと大きいけど、小さめで、1、2、3、そうそう、最後だけずれてもいいし、最初、前、ずれてやると距離ができるもんで、うん、打ちやすくないですか、うん。前に行くと距離詰まるけど、横に行けば、伸びるんで、はい、手が1、2、3ってやると手が伸ばしやすいはずなんで、1、2、3ってやるとだんだん僕にしたら四角になってくるんで、こう構えてください。こう、こう、こう来るのとこう、こう、こう来るのだったら嫌じゃないですか、はい、最後だけずらす。2、3ってやると、はい、いきなり 目の前から消えるんで、前、横ってなって、こうやって、うん、3回目に合わせたろうと思っても、いなくなるので、ね、なので、1、2、3って感じです、この感じ、はい、で、もし打ってくれたら、そこでジャブ当たったらストレート、いけるじゃないですか、うん、そうそうそう、なので、1、2、3で、あ、いいですよ、そうそうそう、あ、もう一回、1、2、3で、そうって感じだと、めちゃいい距離、うん、僕はもうこの角度なんで、これ、打とうとしても遠いし。当てられたら左フックってもガードあるんで、うん、はあ、っていう感じです、はあ、なんで蹴り足ダブルチュー蹴れて最後、そうそうそう、来なかったら来なかったで打っちゃえばいいし、うん、来たら来たでそういう感じでできるんで、パンパンパン、そうそうそう、あとはただ大きく大きくずれると、うん、まあこの子ずれてるんやなって分かっちゃう、うん、分からないように前っていうマッシャーですね。前って感じ、そう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 、でやるとかかります。だって前に来るから合わせたろってなるんですよ。前に真正面来るから、そう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 、やったろってなるんですけど、1、2、3だけピタリとこんな感じ、角度がつくもんね。で腰も回しやすくないです、こっちにずれると、うん、こうなるとお腹が、ね、うん、打ちやすいと思うんで、サウスポーはなんで1、2、3で打ちますって感じ、はい、それそれそれ、1、2、3、3、あー、いいね、いいね、ストレートを全然打ちやすそう、はい、やっぱジャブっすね。ジャブだね。じゃあジャブ上、下はジャブいきます、はい、でもう一回上、それも全部足です。上、下、上、そうそう、もっと下かな、上、下、上、そうそう、全部このこれの足で上に上げる感じ、上、下で、そうそうそう、もう上、下、そうそう、ちょっと痛かった。で、下、で、そう、最後だけ、なんか強く打つっていうか、1、2、3、今の、ちょっと分かったです、うん、感覚が、1、2、3ってやると、そのほうが威力出ないですよ、パン、パン、パン、そうそう、もう極端に言うと、こっちの最後のジャンプの力を自分の打ったやつでもらう感じですよね、力を。うん、ちょっとこう、パン、パンで、っていう感じ、うん、の方が打ちやすい。そうすると3回もその上に力入れなくても、その反発で跳ね返ってくるもんね。1、2、3! ああ、いいですよ、1、2、3! そうそう、もう一回。1、2、3! ストレートでつなげるし、と回しといて、上に打つと回しといて、下でストレートでもいいですからね。まあ、3発目。そう、3発目、あえて変えちゃえば。上、下、ポンって。そう、上、下、上で、上、下、ストレートで。ああ、上、下、上。そう。上、下、上、次は上、下、ストレートって感じ。あと、もう一回上来ると思うから、はい、もう一回上、下、上、次、